K1 ワールドグランプリアンダー65キロ日本代表決定トーナメントのリザーブファイト、3ラウンド延長1ラウンド、これリザーブファイトなんで両者 K1 初出場、こちらは大チャンスです。173センチ、ここまで6戦を経験しているのが左側タンタンファイトクラブ吉沼大輝、対して172センチ、19戦を喧嘩しています、経験しています超人クラブの西川航平。右側吉沼が西川を見張るようにしていました。そして体をほぐす、ロープにもたれるような動きから今正面を向きました西川です。トーナメントはここからスタート。ラウンド今第1ラウンドです。右手を前に前かがみで左ローキック、吉沼が放ちますが左2発返してきましたが、さらに前へ西川の蹴りにも、さらにその数でより多くというのが吉沼の蹴りの攻撃。さて中村さん、はい、激しいファイトを信条としている西川と、それからムエタイが大好きだという吉沼ですね。そうですね、西川選手はやっぱりこうパンチの打ち合いというか攻撃力がある選手なんで、それをやっぱ武器に戦いたいタイプだと思うんですけど、逆に吉沼選手は結構こう誰が相手でもこう冷静に戦って、はい、あの自分のスタイルに相手をはめて勝つっていうタイプなんで、結構両極端なんですよね。そうですね、でそれがこうどうはまるのか、あといつも吉沼選手は左の蹴りで、サウスポーの蹴りが得意なので、これでペースつかむんですけど、はいはい、西川はパンチ、そうですね、このパンチ対蹴りの勝負にもなってくると思いますね。違ったタイプの2人の戦い、お互い自分より格上と見られていた相手を倒して、そうですね、ここにやってきたわけですね。吉沼選手はこの試合の前にタイに修行に行って、はい、かなり、トレーニングに積んできたっていうのを聞いたので、やっぱりミドルはね、左ミドルなかなか切れなくて難しいと思うんですけど、この吉沼選手は左のローですよね、はいはい、これをうまく使って、試合を進みたいところだと思いますね。おお、ボディ打ちが強い西川です。西川選手は本当パンチ力あるんでね、それを生かしたいですよね。逆に足技で膝もというのが吉沼、その吉沼はその大修行観光の際にはそのギリギリまでジムを決めずに、もうそうですね、ある意味出たとこ勝負ですっていうようなコメントもあったようですね。取材しててもこう独特というか、はい、なんか自分のこう価値観というか、なんか世界観を持ってる選手ですね、吉沼選手っていうのは。戦い方にも、ね、出てると思うんですけどね、はい、相手にこう合わせないっていう、対して西川の方はその長島ジェンオツ戦の前、はい、相当トレーニング積んだようなんですけれども、はい、いや自分はあんまり練習が好きな方ではないんだけれども、はい、あの時と同じくらい追い込んだと、ね、やっぱりこの K1 っていう舞台、でチャンスをもらったというところで燃えてると思いますし、西川選手もね、やっぱり K1 甲子園出て、はいはい、高校生の時ですけど、この舞台経験してますからね。そうですね、K1 甲子園は2009年ですね。西川は関東地区準優勝を果たしています。広谷選手と同じ泳ぎで戦ったんじゃないですかね、確か。いや、もう時間ずいぶん経ちましたね、はい、そう考えると24歳西川、一つ下23歳の吉沼です。1ラウンド決着をという西川だったんですが、ここは標識が鳴らされて残り10秒を切っています。左のローキック、お互い放つ、詰める吉沼、その後のパンチはこれゴングの後でした。第1ラウンド終了です。さあ中村さん、はい、まずどんな風にご覧になったか教えてください。そうですね、やっぱりお互いこう自分の武器とか持ち味分かってると思うんで、まあそれをこうしっかり使いながら、はい、1ラウンドは進めていこうっていう、そういった戦い方が見えた中で、まずやっぱお互い結構ローキック蹴り合ってたんで、はい、あそこでまずどっちがイニシアチブ取れるかですよね、はい、その中でやっぱり西川選手がパンチにいかにつなげるか、吉沼選手はもっと膝とかハイキックとかそういったところも狙ってくると思うんで、まず蹴り合いの中からどちらが自分の次の攻撃につなげていけるかっていうところを、はい、見ていきたいなと思いますね。自分のスタイル貫き通すんだという赤いグローブの吉沼と付き合いをという西川、青いグローブ、トーナメントのリザーブファイトです。
左ミドルキックからの吉沼、左の蹴りダブルでそこからパンチというのが西川です。右手を前にワンツースリーのパンチ、西川が放つところ、やはり足技、そしてローキックのカットも忘れない、左のローキックは吉沼です。あー、もう潜るようにしてボディ打ちもありますね、はい、吉沼テクニシャンぶりをこれ発揮しています。でも西川もこれいつ動き出すか、爆発するかというところありますから ね、はい、結構負けてる試合でもこのパンチ力が目立つというのが多かったですからね、そうですね。あと今の右のボディ良かったですね、西川選手の、西川の方が、はいはい、お互いサウスポースタイル、膝が突き刺さる、遠い距離から右のパンチ、左ストレート西川、あれ、あの右のパンチ当たり出したら次西川選手も左当たりますよこれ、やはりその打ち分けあってこそでしょうね、はい、吉沼の蹴り、膝もさらにというラウンドになってきます。左のロー、上体を揺らしながら膝で前に出てきます吉沼、まあ、ちょっと鼻の周りが赤くなっています西川です。そこに前蹴り、さらに打ち込んでいく左、カウンターのように相手が前に出たところです。パンチワンツー西川、これもパンチで返して蹴り足を掴んではいけません。タイムストップです、タイムストップです。何か変化、動きはありますか。ですね、まだ吉沼選手はちょっとやっぱりボディあそこから多分西川選手顔面のパンチも狙ってると思うんで、はい、それ警戒しながらですね、こういうパンチフェイント見せてこうそうやってこう蹴りまでつなげたいですよ、吉沼選手は。あ、吉沼の方がこれ何か自分の軸といいますか、はい、そういう攻撃、さらに蹴りで放っていきます。西川はやはり拳、左ロー、これも強い、前に出している足、ちょっと体が斜めになりましたね、西川、はい、そこでパンチも忘れないのが吉沼です。左ロー、外からもも、そして膝の裏あたり、ローキックを返す西川、その後に吉沼も必ずあります。ちょっと西川の出足、そうですね、ちょっとやっぱりローももらいすぎると動き止まっちゃいますからね。そうですね、あ、今思い切って大砲を放っていきます。話がある西川ですが、その後の攻撃返す吉沼、引っ掛けるようなローキックもあります。いろいろバリエーションありますよ ね、やっぱフェイントをうまく織り交ぜて、はい、ローキック、あと今吉沼選手の左のストレートも良かったですからね、ちょっとこう手首を使うような感じのパンチから左ロー、象徴的に吉沼が放って第2ラウンド終了です。さあ、やや中村さん、勝負が動いてきたなという印象が発生しましたね。はい、ちょっと序盤は西川選手がうまくパンチをボディから散らしていって、はい、ペース取りそうかなと思ったんですけど、逆に吉沼選手はそこをうまく一回距離をリセットして、ローキックから後半は自分の攻撃を当てていくような展開だったので、はいはい、このまま吉沼選手としては3ラウンドまた試合進めたいところでしょうし、このままでいい、そうですね、はい、石川選手は逆にやっぱりもっとこのラウンド序盤のような展開に持ち込みたいところでしょうね。まだその西川航平らしい大爆発というのは見られていない、はい、そうですね、ただまだこれその一発が、ね、ある選手なんでパンチで、はいはい、そこをこの最終ラウンドで活かせるかですよね。そうですね、ラスイラスK-1 ワールドグランプリアンダー65キロ日本代表決定トーナメントのリザーブファイトです。ローキック、青いグローブ西川航平、そのパンチ、ゴーダはいつ火を吹くか、外から対して赤いグローブ、足技を主体にさらにパンチも忘れないという吉沼大輝。第2ラウンドに試合を動かした主導権を握ったのは吉沼の方です。ローキックもしっかりカットする、お互いこの距離、これを西川の方は変えていきたいんでしょうね。そうですね、あ、それでも拳、西川も顎に当て込んでいきます。最後はローキックへというセコンドからの声も飛んでいきます。これ青コーナーから飛んでいます。そうですね、西川選手もローキック当てれてたので、はい、
あちょっと今足を上げるようにしましたね、吉沼、ね、同じようにパンチを振ってローがいいと思いますね、西川選手は、そうですね、はい、あこれくしくもローキックがここに来て焦点に共になってきます。左ロー、吉沼です、プッシュする、ノーダウンではありません、ノーダウン、両者 K1 初出場、ビッグチャンスです、リザーブファイト、カットしながら左ローを放っていくのが吉沼。石川選手ね、手が下がるんでね、あれ、ハイキックとか吉沼選手蹴るとね、当たるかもしれないですね、はい、これ怖いところですね、はい、まだハイキックではありません、パンチもしくはローを蹴ってからの顔面のパンチとハイキック、ね、これもダウンではありません。あでもお互い、ワン、ツー、スリー、そうですね、あ足が開いて、ね、西川選手もあのローキックからパンチにつなげたいですね、吉沼の方もちょっとこう体の動きが怪しくなる場面があります。パンチに左インローから右パンチを西川返す、右アッパー、吉沼どうですか、ちょっとグラッときますか、やっぱり西川選手のパンチがちょっと当たり始めましたね、ここもそうです、はい、捕まないよ、捕まないよ、動いて回るのは青いグローブの西川、パンチの打ち合いではここに来てやはり西川か、吉沼はこの左ローから中心にまた組み立て直したいところです。残り30秒を切りました。ワンツーストレート、強打があります西川航平、ともに20代前半の新鋭対決、吉沼ローキックはどうだ、ここで放つ左、時間がなくなってくる、ボディフック、テンプレーのパンチはこの西川、今こそと前に出る膝なんですが、左、このストレート、西川最後の攻撃です、判定に入ります、試合終了、勝敗は判定によって決まります。さあ中村さん、今の思いをぜひ教えてください。そうですね、3ラウンドはあの西川選手、あのうまくあのローからパンチの打ち上げも良かったですし、後半はこのパンチもちょっとヒットする場面もありましたね、はい、はい、なので、まあ、ポイント的に、ね、どうなってるのか、はい、まずはそうですよね、はい、ドロー引き分けだった場合は延長戦が1ラウンド用意されております。さあ両者中央へ、リザーバーとなるのはどちらか、ここが分かれ目です。ジャッジ千葉30対29、青西川、青西川一人の指示です。ジャッジ瀬川29対29ドロー、二人目はドロー、さて三人目です。ジャッジ勝本29対29ドロー、29ドロー、1対0ドロー、これにより延長戦に突入いたします。 K1 ワールドグランプリアンダー65キロ日本代表決定トーナメントのリザーブファイトは中村さんも、はい、もつれて延長戦ということになりましたね。そうですね、3ラウンドの展開を見るとちょっと西川選手の方にこう傾いてる中での延長かなと思うんで、はい、はい、このまま西川選手は試合をものにしたいところでしょう。吉沼選手はここでちょっと持ち直して、はいはい、また戦わなきゃいけないと思いますね。この後お互い注意しなければいけないことを改めてインプットしている最中だと思います。そうですね、やっぱりまずはお互いやっぱローキックポイントだと思うんで、ね、あそこからの展開ですよね。そうですね、次で決まるからな、頑張れよ、はい、エクストラウン。さあリザーブファイトはエクストララウンド延長です。青いグローブパンチからローキックへという西川航平、赤いグローブ、さあその得意の足技はどうかという吉沼大輝、もうマストシステムの判定、この3ラウンド4ラウンド目しかありません。吉沼前に出てくる左ロー、ここはねお互いもう気合で蹴るしかないですよ、ここは。そうですね、この後のことというのもこれ気は抜けないんですけれども、はいはい、それでもまずここを勝たなければ話になりません。西川左右、右はフック気味、吉沼もワンツ
石川の方がローキックとパンチの打ち分け、蹴り足を掴んではいけません。どうでしょう、石川何かこう狙ってますか。いや、まあ、特に これをってないと思うんですけど、はい、石川選手の方が、やっぱりこう手数もよく出てる、ちょっとあの吉田選手の方が動きが、はい、あ左止まってる印象ですね、このラウンドは。確かにこの拳で止めるというのが西川、第1ラウンドで決めますという言葉が戦前西川はあったんですが、ここまでも連れています。エクストララウンド打って右側に回る、そして右のリードジャブというのが西川です。膝、これをステップバックする、しかしインローを放つ吉沼です。これ一辺倒にはなりたくないところでしょうね。そうですね、はい、どこでいい意味で流れを変えていくのか、己のスタイルあくまでも貫いて勝つというのが吉沼大輝、赤いグローブです。中間距離離れたところ、そこからまた近づいてという右のリードジャブ、鼻血がありますが、青いグローブの西川航平、桃への膝から右の中段は吉沼。残り60秒を切りました。中村さん、なんとか動かしたいですね。まあ、ただお互いの目立つ攻撃、そうですね、ここでこそと望まれています。右はジャブにもストレートにもという西川の攻撃、これもそうです。これはつかみに対して西川ですね。そうですね、蹴り足を使ってはいけません。左のローキック、あ、ただちょっとこう攻撃もらってバランス崩したりしているのは吉沼選手の方かなという、確かにそこ第3ラウンドからですよね、またより際立つようになっています。顔面も少し流れる、もう腿のあたりも赤く変色しています。2人ともそうですが、せめぎ合いとなっている。上回るのはどちらか、カウントダウン今終了です。エクストララウンドもフルに戦い抜きました。両者です。青西川は拳を宙に突き上げました。さあ、このラウンドの判定ということですね。そうですね、もうあのリザーブファイトは、マストシステムなので、はい、まあ、ここで必ずどちらか優劣があのつくので、まあ、決着がつくですね、はい、そうですね。足技が冴える吉沼、ローキックを数多く放ちましたが、西川のローキックもこれバチバチ効かせる攻撃でした。そこからのパンチ、集計の結果をお知らせします。さあ、結果が発表されます。ジャッジ芹沢10対9、青西川、西川。ジャッジ千葉10対9、青西川、やはり西川です。青西川、以上三者とも10対9、判定は3対0。リザーバーとして生き残ったのはこちらの西川航平です。いや、厳しい一戦でしたけども、ね、いかがですか。まあ、やっぱりタフな試合でしたけど、最終的にこうポイントの差になるというか、そういう差を見せたのは西川選手の方だったかなと思いますね。そうですね、はい、いや、今ポーズを取りましたが西川ですが、その拳の威力、これ爆発というのも期待されていた中でですね、はい、まあ、でもうまくはやっぱローキックも出しつつ、はい、しっかりこう、まあ、やっぱキャリアあるんでね、そういったところも今回、まあ、振り返ってみると、そういった勝負っていうところがポイントにはなったのかなと思いますね、はい、そうですね、はい、吉沼大輝も粘りに粘りました。そうですね、はい、それですが接戦接戦、そんな4ラウンド分戦い抜いてリザーバーです。こちらが西川航平、この後のトーナメントを睨みます。